皆さんこんにちは、バラライカです。今日はエンドレスカードの作り方をご紹介したいと思います。開いても開いても次々に絵が変わる面白いカードです。材料は10センチ四方の画用紙を4枚使います。真ん中で半分に折ります。開きます。折れ線のところをハサミで切ります。2枚になりました。他の3枚も真ん中で切ります。全部で8枚になります。1枚の真ん中で点線で折ります。開きます。真ん中に合わせて上下を折ります。開いて向きを変えます。真ん中の点線で折ります。開きます。このような折り目がつきます。他の7枚も同じように折り目をつけます。ここは早送りします。全部の画用紙に折れ線がつきました。横向きに画用紙を2枚置きます。ピンク色のところに糊をつけます。ちょうど、この2枚の画用紙の4つの角の端のところですね、そこが糊をつける場所になります。画用紙を2枚用意して縦向きにその上に貼ります。乾くのを待って、中央から左右に点線で広げます。ピンク色のところに糊をつけます。4つの隅のところ、そして真ん中の、色の白っぽいところ全体に糊をつけます。今度は画用紙を横向きに貼ります。
裏返します。赤色の点線で左右を内側に畳むようにしております。黄色の画用紙になりました。裏返します。向きを変えます。オレンジ色の画用紙が縦向きに2枚あるようになっています。今度は点線で中央から左右に広げております。ピンク色のところに糊をつけるんですけど、もう全体にですね、糊をつけてください。画用紙2枚を横向きに貼ります。糊が乾いたら好きな絵を描きます。先に下書きをしておいてから描くと綺麗に描けると思います。例えばペンを使わないで折り紙を切ってこの上に好きな形を貼っても楽しいと思います。上下に開きます。左右に開きます。上下に開きます。
4つの絵を描いたら完成です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらからお願いします。